薄紅色の花びらが集まって空に浮かぶ雲のようにも見えますね桜が見ごろを迎えていますそしてもう一つ見ごろを迎えている花というのがこの菜の花です 光を浴びて輝かしい眩しさも感じられるほどですねそして菜の花の甘い香りに包まれて本当に幸せな気持ちになりますよ <laughs> さて今日は新潟市西関区にあります上関型公園からお伝えしていきますもうこの見応えのある菜の花そして桜のコラボレーションは今しか見ることができないんです この間近で見るのも、もちろん美しいんですけれども、上空から見ても綺麗だということで、今日は特別にこちら、見ていただきましょう。この空から見た映像、今日撮影したものなんですけれども、園内にはおよそ450本の桜の木が並んでいます。 そしてこのさらに彩りを添えるように黄色い絨毯が見えてくるんですこちら菜の花はおよそ160万本とかなりの量が育っているんですねまたこう見る人の心を明るくしてくれますよねそして今日は晴れていましたので撮影写真を撮っている人が多くてですねウェディングフォト ぜひね。そのウェディングドレスを着て、この思い出に残るだろうな、という写真を収めている人の姿もいらっしゃいました。いやー、本当に今日この時間もですね。カメラを持って、この桜、そして菜の花を楽しんでいらっしゃる方多いんです。で、この上、関型公園ではですね。桜や菜の花がなぜ咲いたのかと言いますと、この。 上関型公園は自然をより近くで感じてほしい、触れ合ってほしいという思いがこもっているということで、桜であったり菜の花は、この公園ができた当初から咲いているということなんですよ。もうそののの通り今でも世代を問わずこの楽しませててくれているのがこの 春の風物詩とも言えますねこの花々です、うん、さて今年はですね、うん、桜に関しては今週いっぱいまで楽しめるということです、うん、そして菜の花は今月いっぱい楽しめるということですから,、ね、ら,らまだもう少しはこのコラボレーション楽しめそうです、うん、そして県内では様々な、えー、桜の名所ありますけれどもはい、はい、だんだんと開花も進んでいます、うんえー、県内の状況も見ていきますと かなりここ数日の気温の暖かさで開花進みまして満開を迎えているところも多いんですが、えー、悠久山公園は三部咲そして湯沢中央公園ではつぼみという状況ですからまだまだ桜のシーズンは続きそうです今しか味わえないこの春の風景楽しんでみてください以上中継でしたは らんまっという言葉がまさにぴったりな風景でしたね、はい、どの角度から写真を撮ろうか、ねね、迷いますよこれ本当にねカメラマン、<ー>腕の見せどころかもしれませんね。